内藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、GDO の服部です。内藤です。前回までは、裏方で内藤さんに質問してたんですけど、はい、内藤さんがこっち出ろと、はい、そうなんですよね。あのカメラまでここから2打席分ぐらいカメラが後ろにあるんですけど、はい、僕は孤独感があるし、孤独感があるし、天の声いきなりこっちもう出てきちゃったんですね。6回目来て6回ですぐ出てきちゃった。また戻るかもみたいな。で今回は、はい、小屈。小屈ですね。小屈っていうのは左手の小屈。左手首の小屈。はい、ご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、まず説明すると、トップの時にこの手首がこの手のひら側にこう伸びてることですよね。うん、このまっすぐよりさらに少しこう伸びていってる、この動きを小屈って言います。でその逆が背屈。でこれもうクラブフェースとセットで、小屈すればフェースはクローズになって、背屈すればオープンになると。小屈っていうのが流行りだしたのは、はい、例えばよくあるアマチュアゴルファーの方のミスとしてはフライングエルボー、はい、フライングエルボーと左手のこの背屈はセットなんで、そうするとこう見ていただくと分かるようにフェースが開いてる、はいはい、でそこから降りてきたらフライングエルボーっていうことはほぼアウトサイドインの軌道に、カット軌道になるので、でカット軌道オープンフェースでこの大型ヘッドはちょっと致命的になっちゃうじゃないですか、球捕まらない右みたいな、フェース戻らない、戻らないんで、フェースの面を維持しよう、要はオープンにしないでスクエアかややかクローズを維持してずっとインパクトポイントまで持ってこようという意味で、どうやったらじゃあそれができるのかという一つの方法がこの小屈。小屈、はい、僕はまだ昔からレッスンの時に右の背屈は結構レッスンで言ったことあるんですよ。出前、右は出前持ち、はいはい、右の背屈、そして右肘のが下向いてるとか、はい、こっちは結構レッスンで言うんだけど、うん、左の小屈をやってくださいってレッスンで言ったことはないです。右の背屈はメリットは大きい、右と左セットなんでね、うん、同じことなんだけど、うん、右の背屈の方がやりやすいじゃないですか。ああ確かにここね、はい、そう、右利きだったら左の小屈で覚えるより右の背屈で覚えるとか肘のポジションとかで覚える方が僕は楽なんじゃないかとは思いますけどね、うんうんうん、ただ手首が硬い、例えば肩関節の可動域も硬い方が小屈やっちゃうと、うんうん、今度は引っかかるっていう可能性もあるわけですよ。あ、なるほど、なるほど、クローズなんでね、うんうんうん、でなおかつ小屈小屈ってやって手首を一生懸命、そもそもあまりここは柔らかくないにもかかわらず、うんうんうん、やりすぎて手首を痛める、あ、なるほど、っていうこともあるので、うん、フェースをクローズにするためには、小屈以外にはこの左手のグリップをこのシャフトの真上に対して大きく右に左手のレベルを持っていくストロンググリップを強くすることによって、背屈しててもクローズですから、なんでそうするとクローズでインパクトできるけど、小屈のままインパクトした方が強い当たりにはなりますけど、フェースをクローズをキープして打っている、マシュー・フィッツパトリックみたいなね、が小屈してないですから、だからそういう選手もいっぱいいるんで、なるほど。